今回はですね私がいつも紹介している大好きなガジェットね、ねクローンブックのセットアップがねどのぐらいの時間でできるのかということで実際にねちょっとノーカットでやってみようかなと思います。もちろんねクローンブック購入されたことがある方は知っていると思いますけど結構、ですね、まあ、本当にね Google アカウントでログインして本当に短い時間、まあ、15分ぐらいでできちゃうんじゃないかなと思います。 で今日たまたままですね、まあ、仕事でね仕事っていうのは私はあの会社員なので、えー、まあ職場でですね Windows の古いパソコンをまあ再セットアップって言いますか初期化して、まあ、ちょっとね使えるようにするのにめちゃくちゃ時間かかったんですよ。まあ、中小企業ではねもうあるあるなんですけども古いパソコンを再利用してなんか他の部署で使おうみたいなねもうそういう話ってもう本当にあるんですよね。なので基本的に性能も低いし まあ、あんまりねこう使われてなかった PC なんで何、まあ、かいろいろセットアップしなきゃいけないところもあるんですけど、まあとにかくね時間かかったんですよ。でそれがエロボのアイディアパッド300っていうね i n d o w s のパソコンで、えー、CPU がセレロンの L の3060っていう CPU を搭載していたんですよね、まあ。とにかく時間かかりましたよ。まあ Windows を初期化して、まあ、セットアップしてであとネットにねつないだりとか。 であとクロームブラウザを入れるまで、まあ、要はインターネットが見れる状態にするまでもう本当に止まってんのかっていうぐらいねこれちゃんと動いてんのかなっていうぐらい、ね、重たいんですよね。まあ、それに比べてクロームブックのいいところっていうのは、まあ、当然価格が安いとかね性能が低い割にはね動作がサクサクしているとか、まあ、いろいろあると思いますけれどももう一つはですね 初期化も早いしセットアップも早いっていうね、えー、ところがあります。で初期化なんか本当にねパワーウォッシュっていうのを選んでまあ一回再起動するんですけどそれでもうね終わっちゃいますね。まあ要はですね会社とかで。 まあ大きい会社だったらね新しい人が来ると新しいパソコンを買うと思うんですけど中小企業っていうのはまあ使い回ししてるんですよね。まあ、そののたんびに、ね、のセッットアップなんかするとね、まあ、そういった中でやっぱクローンブックだったら変だしログアウトすればねもうそれだけでも使えるし、まあ、パワーウォッシュしてもすぐねあのセットアップできますんで、まあ、なんかそういう人の入れ替えが激しいところとか、まあ、なんかね1台のパソコンを まあ共有しなきゃいけないっていう会社はあんま少ないと思いますけどただ Google アカウントでログインすることによってその環境が切り替えができるんでねまあそういった部分でも結構ねなんか意外と中小企業なんかには向いてるんじゃないかなって今日ね本当に改めて思ったんですけれどもまあちょっと話はそれたんですがとりあえずだから今回はですねそのセットアップがね早いって言ってるけど本当にねどのぐらいの時間できるのかっていうことで今日やってみたいと思いますま。そのためにですね ここにまあ一応ねストップウォッチを置いてでこれはもうパワーウォッシュしていわゆるその初期化された状態です、まあ、だから電源入れたとこから始まってそこからねセットアップが始まるんですけれどもまあそれがですねどのぐらいで終わるのかっていうのは本当にね今日ノーカットでいきたいと思いますんで、まあ、だからちょっとねダラダラした動画にはなると思いますけれどもまあこれがねリアルファイトということでやっていきたいなと思います。 それではですね実際にセットアップしていきたいと思いますまあ、ここからはね先ほど言いました通りちょっとノーカットでねまあ、無修正でお届けしますのでちょっとダラダラした動画になるかもしれませんけれどもまあちょっと雑談なんかも踏まえながらねやっていきますんでまあ、最後までお楽しみくださいそれではね一体何分でできるのかないつも早い早いって言ってるけどね実際測ったことはないんでね それではやってみましょうこれね電源入れたと同時にこっちもスタートしてみますまあただ一応ノーカットと言ってもですね一応個人情報なんかやっぱね自分のアカウントでログインしちゃうと出ちゃうんでそこはあの一応マスクかけますんでそういった編集はしますけれども要はこの長さって言いますかね尺をカットしたりとかっていうことは一切ありませんので、えー、一応そういった形で見ていただければなと思いますそれではいきますよせーのドン今電源モードをしましたよ ちょっと明るいからちょっと軌道を下げますかはいもうリアルですよ普通だったらこれカットですようん結構時間かかってるあこれ出ましたねで始める始めるでネットワークへの接続というのが出てきますんでとりあえず w i f i ね自宅の w i f i まあ自分のこの入力するスピードっていうのもこれ結構あるからな。Chromebook セットアップタイムアタック大会とかあったらね面白いかもしれないですね。えーっ,とえー、っとそれでこれオプションね、まあ、この辺は適当に選んでください、まあ、一応ノーカットなんでねちょっとグダグダしてますけども、はいえー、っとこの、ね、Chrome はどなたが使えますかあなたね、はい、実行。 子供が使うときは、ね、お子様ということで一応あの管理することができます。で、ここでね、えーと、Google アカウントを入れる画面が出てきます。ここにね、自分のアカウントを入れます。なんかノーカットってすごい緊張するな、<laughs> 失敗できないっていう、で、ここでパスワード入れますね。ま,あ、まだ1分25秒ですね。 ウィンドウズだったらまだ、ね、最初の画面も出てないかもしれないあ二2段階認証か2段階認証が来たんでこれでね、私2段階認証してるんでスマートフォンのほうに通知が来てるんでスマートフォンの方でまで、あ、一応許可するんですねうん、出てこない <laughs> このまま一体なんあ出てきた出てきたスマートフォンのほに一応ね、許可する許可しないみたいなはい、私ですっていうボタンを押します。 そうするとこっちのねログイン画面が済みますこれ2段階認証してない人は多分そのままログインできるんじゃないかなと思いますけどねただ Google アカウントはもう2段階認証しておいた方がいいと思いますよ間違いないですそれははいで Chrome の同期ということで,で Chromebook の、ね、アプリへの設定を同期しますかっていうのがありますまあこれね好きでいいどっちでもいいんですけども まあ一応ね、設定後に同期オプションを確認するというふうに私はしています。一応私のセットアップ方法でいきますね。でこれは Google ドライブにバックアップしますかって、私はこれはオフですね。そもそも Google プレイを使っておりません。で位置情報もオフにしています。そうですねで一応 Google プレイオプションを確認するっていうのがあるんで、まあ、一応これもオンにしてますね。これはですね起動した後にその画面が出てくるだけなんで、別にどっちにしても同じなんですけども、まあ、一応分かりやすいと言いますかね。どうせそこをあのいじるんで。 まあ一応オンにしてますグーグルアシスタントをこのデバイスで使用できますってことなんですけど、グ、えーグルアシスタントは私使ってないので、これいつもいい家です。で、これはですねスマートフォンに接続ということで、これはあれですね、アンドロイドスマートフォンと接続できます。今、ユミ弓ジのパワー5、これなんですけどね、まあ、これが出ているけど、これも一応使わない設定でいきます。で、これで始め。終わりかおい、おしまい。3分10秒。 っちゃったよで一応ここまで3分14秒なんですけど私の場合はここから同期設定ですね同期設定に入ってこれなんかねデフォルトで同期する項目っていうのは全てを同期するようになっちゃってるんですよでこれ本来は同期をカスタマイズの方にしておいてもらって自分でねその同期したいところを選べるような設定にしてくれてあればいいんですけどなぜかデフォルトで全て同期するようになってるんですねで私は基本的にはアカウントによって違うんですけど ほととんど同同期期ししててていないいなですすここの設定っていうところだけねあの同期してますねでアカウントによってはあのですかブックマークとかも同期しているのはあるんですけど、まあ、だからこれはちょっとそのアカウントの使い方によるかなと思います、まあ、特にこだわりがなければすべてを同期にしておけば、まあ、とりあえずいつも使っている Chrome の環境がそのまま入ってくるっていう感じなんで、まあ、それが一番使いやすいかなと思いますけどねただ私みたいに端末をたくさん持っているとすべての端末にそのアプリが同期されたりね あと拡張機能があの同期されたりして、ちょっと使いづらいところもあるんですよ。だから複数端末の人は少しコントロールした方がいいかもしれないですね。まああとはアカウントで使い分けるとか、まあそういった使い分けが必要になると思います。一応これで同期の設定が終わりました。でさっき言ったね、その Google Play のストアの設定というのがあります。で私は Google Play ストアの設定が必要ないというか Google Play ストアを使っていないので、もう削除です。これで Android のアプリを全部削除してしまいます。これで私の設定は終わりです。さ。あ 何分 ?4 分41秒で終了しましたいやー Windows だったらね何時間かかったかね今日ねまあ本当にねめちゃくちゃ重たかったですよまあこんな感じで,ですねもうこれでもうあの一瞬でどうまあただね同期入れてる人は少しそのブックマークとか拡張機能とかの同期に時間がかかるんでまあ完全にね元通りになるまでにはもう少し時間かかるかもしれませんけれどもただこの状態でもう一応使えるじゃないですかブラウザとか使えるようになってるんで まあだからやっぱり5分ぐらいでここまでは来れちゃうのかなと思いますんでどうですかこの速さすごいですよね。えっと今ねここは一応編集で切っていますけれども今日はですね Chromebook のセットアップがどのぐらいの時間でできるのかということで実際やってみましたけれどもまあ少しね自分のセットアップ方法とかの解説を入れながらもね まあ4分41秒で終わってしまったということで、まあ、この辺がねやっぱりクローンブックの良さではないかなと思います、まあ、以前にね Windows のパソコンと実際にクローンブックって早いのっていうような、ね、動画を上げた時に、まあ、実際そのセットアップが終わった状態での Windows パソコンでしかも新品だとそんなに変わらないんですよね、まあ、ただ今日もですねさっき言ったね Windows の古いパソコンをまずあの初期化してで新たにセットアップするっていう作業だったんですけど めちゃくちゃ重たいですよ、<laughs> Windows ってやっぱあのスペックが低い端末だとね。だからまあ、あれは新品だったんですごいサクサク動いてたんですけど、やっぱり古いパソコンを初期化するっつっても時間かかるし、なんかセットアップもね、やっぱ Windows アップデートがむちゃくちゃ時間かかるんですよね。で、今回のこの Chromebook はあの、アップデート入んなかったですね。で、やっぱり購入する端末によっては古い端末なんかですと、あのセットアップの時にアップデートが入るんですよ。なのので今日みたいにあの こんななな分でではちょっと終わらいいかもしれないですねアップデート入るとやっぱそれで10分とか、まあ、あの古い端末なんかねずっとアップデートが溜まってたりすると、まあ、15分とかかかるかもしれませんけどただ30分以上、ね、かかるってことほぼないと思いますね、まあ、だからそ Windows だったらねもう数時間かかるようなことがね、まあ、長くても30分早ければ10分ぐらいで終わっちゃいますんで、まあ、この辺の、ねえー、利点っていうのはクロー o ブックには本当にあると思います。 でこういったねその初期化が非常に楽セットアップも楽っていうのは当然使っていて不具合があった時ももういいやめんどくせえパワーウォッシュしちゃえとあの初期化しちゃえっていうのがすごく気軽にできるんですよね。Windows だとまずデータを移してでそのセットアップとかアップデートにも時間かかるんで、まあ、できたらやり,なくなやりたくないじゃないですかねなるべくやりたくないっていう感じじゃないですか。ただは なんか私もよくやってますけどねアップデート入んねえな、えー、初期化しちゃえみたいなねそんな感じでもう気軽にカジュアルに初期化ができるんで。 まあそういった使い方もできるっていうのはね、Chromebook のね、やっぱりいいところだと思います。まあ、ただ、これをやるにはね、やっぱりこのローカルにデータを残さないっていうことをやっぱり徹底して使わないと、まあ、私は Chromebook にはもう一切ね、ローカルにデータは残さないです。全部 Google ドライブに入れています。まあ、Google ドライブじゃなくてもね、まあ、ワンドライブとかでもいいと思いますけども、まあ、とにかくクラウド上にデータを保存して、とにかくこの Chromebook のローカルのストレージには 基本的には残さないですただ動画とか、ね、写真とかを撮ったりすると一時的にローカルに入るのでそれは一時的には保存してきますけど基本的にはそれを全部あの Google ドライブの方に、ねまあ、同期するというか、えー、アップロードして、えー、基本的にはそのローカル使わないという使い方でやってますしあ,あとです、ね、Android アプリですね Android アプリも、まあ、一切使っていないのでこれもです、ね、あの前も言いましたけどねやっぱり Chromebook って Android のアプリ動くことは動くんですけど。 やっぱり中には動かない端末なんかも結構あるんですよね。そうなってくると、クローンブック買い替えた時に、今まで使ってたアプリ、いつもこれでこの処理してたのにっていうのが、もしかしたら次の端末にで,できないかもしれませんよね。だ、そういったことが出ちゃうと、逆にそれクローンブックのデメリットなのかもしれませんけど、まあですので、そういったね、形にならないように、私はそもそもクローンブックの本来の使い方である、まあクラウドサービスを使って利用するっていう使い方を、まあ徹底して使うということですね。 まあそうすることによって今言った通り初期化やセットアップが非常に楽になるということなんでぜひねクローンブックまだ一度もねえ使ったことない方今クローンブックね本当に安く売ってますよこれ15,800円で売ったしまあ実を言うと今日もね24,800円のクローンブック買ったんですよまた近日に紹介したいと思いますけどアマゾンで激安で売ってたんでついつい買っちゃったんですけどまあそんな感じでですね価格本体の価格も安いしセットアップも簡単初期化も簡単もういいことずくめですよね まなので、まあ、今日は、ね、本当に Windows で痛い目に遭いましたので久々にですね、やっぱり Chromebook って素敵だなと思いましたね。ははい、今回は以上です。